己のラメ、私の役を奪いおって、次会ったら嫌味を淡々と言ってやらねばな。ねえ知ってる、あなたは長寿、野良は40、少しは寛容になってあげましょうよ。はぁ、真よ、そうやって譲ろうとするからお前は主様の一番になれんのだ。貧乏くじを引くだけだぞ。うるさいわね。でも正直今の主様に必要なのは新しい価値観、戦力面での急激な成長を見込めない以上、経験を積んでもらうしかない。ネルは短期戦タイプなら野良は長期戦タイプ、長期戦を嫌う主様にそれなりのノウハウを教えれるかもしれないわ。だが今回向かったのはペンデーデンだろう。それに一度敗北したパルルという精霊族の一般底辺の雑魚だ。野良の出番なんてないだろう。見てるだけだろうしな。あの子は律儀だから、アドバイスなんて気の利いたことは言わないでしょうけど、律儀だからこそ、主様が求めたことに忠実にこなす。大丈夫よ。あの子はしっかり主様を導いてくれるわ。なあ野良、何かアドバイスとかないか。光線、光星、光神、これらを駆使する、アンストッパブル、エイテンガンホムラ、神格解放、これらの消耗が激しい技は極力避ける、もしくは決定打になる場面を見定めて使用する。例えるならロードレース、長距離を体力を伺いながら走る、そしてゴール前で全力を出す、そのタイミングはシビアです。早すぎればゴール前で失速する、遅すぎれば大事な場面に出遅れる、絶好のタイミングが訪れるまで自分の体力とオーラを蓄えながら戦う、それが長期戦です。もちろんそれには体力が深く関係します。体力があれば集中力が高まる。集中力や精神の安定性がオーラ攻撃の根幹を支える。つまり体力調整もかなり必須となります。わかった。つまりは最初は様子を伺いながら地道に体力を削れってことだな。はい、ただし、主様の場合状態も意識しなければいけません。治療ができない。そして相手には治療がある。その差は長期戦においては雲泥の差を見せます。ありがとう、十分だ。回復か、確かに WCBG では誰も自己治癒を行える人はいなかったな。だけど八方さんは自己治癒ができている。やってやる、数日前の俺とは違うんだ。お待たせー、しっかり準備してきたよ。それじゃあ頑張ろうね。出してきたか、厄介だな。騎士支配、スケープロックハート。これだ、以前はこの技の効果を知る前に倒された、おそらく保険なんだろうけど。同じ通りにやったら同じことになる。なら以前とは違う力、このオーラ状態で挑めばどうだ。完全とはいえかなり強力な条件を。強くなったね。でもやっぱりわかりやすい。速度もそこまで速いわけじゃないし。でもそんなに勢いがいいと体勢を戻すのにちょっと苦労するよね。それがすごく厄介だ。パルルは受け流し、カウンター、回避を得意としている。今もこうやって俺の技を当たり前のように受け流してきたし。でも今回はオーラ量も余裕がある。野良はああ言っていたけど俺の全力なら長期戦をせずとも俺のペースに持ち込めるかもしれないな。さすが主様、たった数日で動きが良くなってる。でも相変わらず長期戦に苦手意識あるみたいだね。お見通しってわけか。だからってわけじゃないけど俺も荒技で行かせてもらうよ。エイテンガンホムラ、アンストッパブル、無我の境地、一点集中の極意、一方、絶好。すごい。数日でそれだけの成長、さすがです。そうオーラ量50兆、以前は1兆がギリギリでしたのに。これはすごく楽しめそうです。いつまでそこに立ってる、パルル。両点連撃。うおー、実力の最大値は以前と比べ物にならない。楽しい楽しい楽しい。じゃあ1段階上げるね。行くの花、ファーストペタル。さあやろう、次だよ、次。あれだ、パルルの存在の代名詞、行くの花。俺は以前ファーストペタル状態で参拝した。パルルのオーラ総量は50兆。パルルが肉の花を1枚消費するごとに 20% 総オーラ量増えて傷が回復する。つまり治療は5回、バフも5回で合計 100% 分のオーラ量を獲得。それがパルルの力、長期戦に適した能力。せっかく余ったものだし、たっぷり使わないとね。こいつ、もともとあったオーラを大胆に使ってきやがった。一撃一撃がオーラをふんだんに使った超効果力打撃。オーラ残量55兆、まだまだ使えるね、存分に使っちゃおう。こいつ、やっぱり自分のオーラ総量を超えた時に人格が変わってやがる。そう考えたらパルルの総オーラ量は100兆、俺は50兆、すでに倍違うオーラ量をどうするか。さてと、立ち上がらないならこのまま撃っていい、いいよね、いいですよね、撃たないって選択なんてありえない。全然使えよ、オーラ、デラ、ワースト。なんだ、お前の引きを食えた。って考えた、ねえ。どうぞ、いらしてください。ウェルカムってことかよ。でも近接を選べば受け流される、なら。オーラ衝撃ならカウンターはないと思った、ねえ、思った。あれよ、全然、情報支配はね、思っている以上に強い強い。多少リスクを
かければお前の攻撃を受け止めることはできんだよ。絶対に離さないでね。ああ、ダメダメ、主様まだまだ楽しませてよ。マジ強い、アンストッパブル状態でも見透かされてうまくカウンターを狙われる。どうすればいいんだよ。よかった、もしこのまま WCGT の準決勝が行われていたら、式東野に同じように敗北していた。守りからの攻撃、主様のような爆発的な火力はないが、安定性がずば抜けて高い。あれれ、主様立たないの、ほらほら。まだオーラがある、だけどまだ脳が逃げてる、体が全然動かない。ねえ、これって勝負ありってことでいい？はい、主様の負けです。俺はまだパルルに勝てないのか。失礼ながら敗因は理解していますでしょうか。パルルのカウンター、これに対応できないことだ。受け流しからのカウンター、ここからの流れに持ち込まれたら俺は何もできなかったんだ。こっちは見えているのに有利になれないんだ。私から見たら、主様とパルルの条件は五分五分です。同等、つまり方法次第では10回戦えば5回は勝てる、そんな相手です。主様、アンストッパブルは速いです。その速度は波のディフェンスタイプだと数手で守りが破られるでしょう。数手かければ、アンストッパブルの強さは出てくるでしょうね。ですが、初手はアンストッパブルの恩恵はない。パルルに勝てないのは、主様の長所を生かせてないからです。主様は短期戦を好む、その中でも徐々に上げていくタイプです。つまり戦況が進むごとに主様は強くなる。自分の強みは理解されていましたか？いや、そこまでは理解してなかった。まずは己を知ることです。主様が好きなゲームで例えると育成ゲームです。育成キャラは長所短所が分かり、個体値が分かり、ステータスが数値化して管理しやすいでしょう。競馬ゲームで例えると、短距離から長距離、客室から得意な戦い方がある。その相性を理解し見定める。それを理解しておかないと理解もできない。もしくは誤った理解をして反省をする。それでは意味がありません。正しく間違いを正し、そして対策をする。それが大事なのです。俺が分かりやすい教え、感謝するよ野良。ではもう一度言ってください。今ならあと1回戦えます。失敗や敗北は己を強くします。今主様は先ほどの主様より強くなった。気づきが今の主様の強さを支えてくれる。その安定性を今ここで身につけてください。パルル、もう一戦って可能かな？ごめんなさい、いいけど今野良様のお手が入ったから少し時間経たないと。パルル、構わない。今の主様はまだ未完全、どう転んでもこの一戦ではパルルには勝てない。胸を借りたい。ズバズバ言ってくれるな。でもそういうことか、他の従属から手伝ってもらって精霊族を倒しても契約にはならない。正々堂々、俺一人で倒さないと意味がないってことか。それすごくつまらないよ。じゃあ私は断るよ。私には何もメリットがないし、主様の楽しむ顔が見れない戦いなんて全然笑えない。ちょっと待ってくれ。仕方ないか、相手にだって選択肢はある。気を改めましょう、主様。そうか、なら俺も少し早いけど戻るか。悪いなのら、成果がなくて。問題ありません。何度でも私を頼ってください。今回の件は私が最後まで責任持ってご同行いたしますので。落ち着いたら私のところにいらしてください。気を改めるか、まったく。はじめまして主様。私の名前はハレイ・フォーラ、エクタイデンの聖人族です。よろしくね。どうもエサ、フィラーのディスゴア、エンニアイデン、打天族だ。よろしくー。契約完了。なんだ、今何が起きた？何かヤバい気配を感じた気が。主様、どうしました？あれ、野良が全然気づいてない。なら俺の気のせいか。だがこの時感じた違和感は現実世界でエラーとは違う、後の脅威として猛威を振るう。ここが現実世界、なんだミガドルエデンよりも治安悪いものだな。だがこっちにいればミールや、ヘブンズハート、五皇帝連合、の連中と関連するエデンの種族、それらが邪魔してくることはない。私の意識支配で誰も私を意識させない。そして無意識を使って召喚も可能。ここまで狙い通りならさっさとやっていればよかったな。ハレー、僕はもう暴れてもいいのかな？まだダメだ。どうせなら私たちの犯行も隠蔽したい。今パトーク言えば犯行がバレてすぐにミールに殺されるだろうからな。確かに、一時の快楽で身を滅ぼすのはつまらない話だ。でも何もせずにこのまま現実世界に残るのか。ああ、情報は集めておこう。今感じる気配でも私たちより格上の気配しか感じない。戦う場面を決めておかないと返り討ちに遭う可能性もある。じゃあ楽しもう。ミールという独裁者には一度お灸を据えてやらないとな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。